社名丸よ。なんでしょう、飯綱丸様。今年の人気投票は残念な結果であったな。はい。4天狗揃って順位を下げてしまいました。結果は真摯に受け止めねばならぬ。昨年3つ順位を上げたもみじも、元の順位に戻ってしまった。今年はさらに上位を伺うかと思ったのですが、意外な結果になりましたね。お前は今年も1つ順位を下げたな。これで4年連続だ。測ったように毎年1つずつ順位を下げるのはなぜなのだ？それは私が伺いたいです。その一方で司は大きく順位を上げたな。大躍進だ。そうですね。一気に10位も上げましたね。以前話したことがあるが、昨年は獣耳キャラが躍進した。50位以内に限ってみれば、全員が順位を上げる結果となった。思い出しましたよ、飯綱丸様。それで私にまで獣耳をつけさせて、人里で人気稼ぎをしたのでした。しかし今年は東方獣耳ナンバー2だったもみじでさえ順位を下げてしまいました。そうなのだ。同じ獣耳ながらそんな中で順位を上げた司は大したものだ。そこで私はその理由について考えてみたのだ。そしてその答えを見つけた。答え。いかにも。私が注目したのはヤクモランドノだ。ランさん。そうだ。ランドノも今回の投票では司と同じく順位を10位も上げておられる。と。ここまで言えばもうわかるであろう、社名丸。はい。めたい話になりますが、二人に共通しているのは、今年リリースされた新作での活躍。違うな、社名丸よ。はい。そうではない。二人に共通しているのは、キツネだ。いえ、それは偶然であって、他のキャラの順位変動も含めて考えますと、やはり新作の影響が大きかったと思われ。黙れ、社名丸。お主、キツネが理由だと困ることでもあるのか？どういう意味でしょうか。まさかとは思うが、お前はこの後の展開を考えて、キツネを否定しているのではなかろうな。聞く？やはりこの後の展開があるのですね。何を恐れておるのだ、社名丸。なんだその嫌そうな顔は。想像がつきます。キツネが理由ということになると、おそらく飯綱丸様は、新作の影響であることくらい百も承知だ。だが考えてもいいよ。それが躍進の理由だとしてしまうと、はいそうですねでこの話題は終わりだ。それでは動画が続かなくなってしまうではないか。躍進の理由がキツネだということになれば、この後の展開につながる。だからそういうことにしておくのだ。たとえ本質から外れようとも、動画はビジュアルが大切なのだ。いつにも増してみたいです、飯綱丸様。ということで、キツネだ。キツネ。どうしてもやるのですか。今回は尻尾がモフモフだぞ、社名丸。社名丸よ。なかなか似合うではないか。これからの1年。結果が出なかったこれまでと同じ方向性なのですね、飯綱丸様。せっかくだ。この姿をご本家様に見ていただこうではないか。ランドの、いかがかなこの姿は。一体いかがされたのだ。何があった？どうなっているのだ？気になさらないでください。飽きれば元に戻りますので。ん？いかん。私としたことが。向かったぞ、社名丸。我らは大事なことを忘れておったぞ。いかがされましたか、飯綱丸様。髪の色だ。ランドノも司も東方ファンが大好きな金髪ではないか。怒られますよ。邪魔をしたな、ランドノ。行くぞ、社名丸。どうだ、社名丸。一気に狐っぽくなったではないか。まさかまた髪を染めることになるとは思いませんでしたよ。よし。この姿を司に見せに行くぞ。飯綱丸様。何ですか、その格好は。何ですかではない。キツネだ。キツネ。飯綱丸様ったら今度は何を始められたのよ。人気投票でランさんとあなたが順位を上げたのを見て、キツネになれば人気が上がるに違いないと。なぜそれを止めなかったのよ。ましたよ。ですが、黙れ、社名丸と一括されてしまいました。一緒になってコスプレして喜んでる場合じゃないでしょ。喜んでるように見えますか？あなたがしっかり管理しないでどうするのよ。そうは言いますが、暴走モードに入った飯綱丸様を止めることなんてできませんよ。あなたも一度経験してみればいいのです。だらしないわね。なんとかならないの？制御不能です。あなたからもいさめてもらえませんかね。なぜか毎回付き合わされるのは私なのです。いいでしょう。任せなさい。ここは私からビシッと言ってやります。何をこそこそ話しておるのだ？飯綱丸様、お言葉ですが、そのような格好をしただけで、人気を獲得しようなど笑止千万です。なんだつかさ。文句があるのか？耳や尻尾をつけたからどうだというのですか？
そうです。司さん、ナイスです。これではダメなのか？私はお前のような、可愛いキツネになりたいのだが。キツネ丸様。当然です。それではダメです。やるなら徹底的にやるべきです、イズナ丸様。はい。徹底的とな？何か手があるのか？私にお任せください。はい。司さん。うるさいわね。あなたは黙って私の言う通りにしなさい。良いな。なかなか良いな、このダンスは。見よ。集まった民たちも喜んでおるぞ。それにしても、司さんは大きいお友達からの人気がありますね。人気投票で大きく順位を上げたのも頷けます。どうもー。大した人気ぶりだな、司。いえ、それほどでも。ところで司よ。今更なのだが。なんでございましょう、イズナ丸様？お前のその服は反則なのではないか？はい。そもそもそれは本当に服なのか？ボディーペイントではなかろうな。そんなわけないでしょ。本当か？当たり前です。そうでなかったら私、さっきすっぽんぽんで踊ってたことになります。司よ。その服をよこすのだ。はい。私にはわかったぞ。お前の人気の半分はその服でできている。その服をよこせ。イズナ丸様を戯れを。よこすのだ。やるなら徹底的にやるべきだと言ったのはお主だ。私そんなこと言いましたっけ？どこへ行く司。追いまたぬか。スカッサッチャーン。キー